い、こんにちは、RWS ドリブル塾代表の森垣です。はい、今回はドリブルスピード、なんかやっぱり今小学生の、お父さんお母さんからすごいこう相談が多いのが、ドリブルのスピードがなんか遅いとか足が遅いとか結構あるじゃないですか。だからそうじゃなくて、その足が遅いんじゃなくて、これを気をつければドリブルのスピードは絶対に上がりますよっていう特別な練習メニューをお伝えしていきたいと思います。それではレッツゴー。それはね、実際に解説していくと思います。まず、ドリブルスピードを速くするためには、まず大事なのはボールを触る場所で、イメージとしては相手を半歩ずらしました、相手は右側にいる状態で、ドリブルスピードが遅いですし、よくあるのがボールを触る場所がワンタッチワンタッチ毎回ずれてしまう。例えば最初は小指で触りました、次は親指で触ってしまったり、次は左足で触ってしまったりとか、要は触る場所と触る足がバラバラになってしまうってなると、そのボールに対してステップを合わせなくちゃいけないんで、自然にスピードっていうものが落ちてしまうんですよ。なので僕がお伝えしたいのは、まず自分の触る足っていうのを固定すること、まずは得意な方の足ですね。でボールを触ることを意識してください。例えばアルゼンチン代表のメッシもスピードに乗るときは基本的には自分の利き足の左足なので、速くドリブルするときは自分の得意な方の足のみでボールを触ること。そしてボールを触る場所なんですけども、このボールを触る場所なんですけども、はい、それではですね、触る場所なんですけども、このここっすね、この角度、これがめちゃくちゃ大事です。これがちょっとこうやってなっちゃうとボールつま先になっちゃってまっすぐ行っちゃうんで、つま先は下に向けるで、ボールをちょっとこういうアウト回転になるような感じでこすっていく感じ、こうやって走る、この走るついでにボールを当てる感じ、走るついでにボールを当てていく感じでやると、非常に上がります。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、それではね、森垣代表の毎回恒例の相談コーナーやっていきたいと思います。今回は武見コーチの方に相談があったみたいで、それに対してねちょっとお答えしていきたいなと思うんですけども、今回の相談内容はどんな感じですか？今回は、その相手と一対一するのに、こう相手の目の前でこう何をしていいか分かんなくなっちゃうっていう、子供からの相談なんですけど、そういう時は、ドリブルしてる時にどうしたらいいかっていうのを、やっぱドリブルマスターのね、中高地からは何かアドバイスありますか？例えばさ、今どこの辺まで映ってるカメラ？今は、うっすら下がります。その辺じゃん、要はこうやってディフェンスを向けた時にカメラがディフェンスでボール持って、あ、やばい、何しようみたいな、試合中にでも何かやりたいっていう状態で迷って取られちゃうと。そう例えばもうこうやったら瞬間にこうやってで、今これ何を伝えたいかというと、今自分は今喋りながら、あ、近づいてきて、今自分がやったフェイント、ね、今僕は喋りながら何のフェイントをやろうって考えてないわけですよ。適当にこうやってトン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 ってボール触ったんですよ。でその後にもう、あ、ドラッグスタースやろうって、で自分の体が勝手に動くわけなんですよ、頭の回転で。で要は何を伝えたいかというと、単純に練習量が足らないから何をしていいか迷っちゃうんですよ。だからめちゃくちゃ練習すればもう体が勝手に動くようになるんですよ。これをやってねって言われたらできるけども、試合中にそのシチュエーションになった瞬間にすぐに出せるようになるまで体に染み込ませるしかないんですよ。本当にこの技術っていうのは上手くなるにはもう練習するしかないんで、こんな感じで参考にしてね、こう近道しようとしないでね、継続してやっていってほしいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。